元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はちょっと時間ができたので、最近酷使していた飲みとカンナのメンテナンスをしていきたいなと思います。最初に飲みからやっていきます。私が使っているのは20年ぐらい前にホームセンターで買った飲みなんですけど、毎回メンテナンスをしながら今でも使っています。24mm、16mm、9mm、一番使うのはやっぱり 24mm なので、 24mm の痛みがやっぱり一番激しいかなと思います。あんまり見せたくないんですけど、かなり荒れてます。で、これが以前製作したのみをまっすぐに平らに研ぐためのジグガイドです。で、これと 25mm のクランプを使って固定して研いでいきます。24mm だとフリーハンドでも研ぐことはそんなに難しくはないんですけど、これ 9mm とかになるともう研ぐ面積がすごく狭いので、丸く研いじゃったり斜めに研いじゃったりしやすいので、市販のものでもいいのでガイドはあった方がいいと思います。今回使う砥石は800番、1000番、3000番です。まあ、仕上げを6000番でやる方も多いと思うんですけど、まあ、私の場合 DIA 木材を削るにはまあまあ3000番でも全然綺麗に切れるので、まあいいかなと思ってます。で、元は1000番と3000番でやってたんですけど、どうしても修正とかやるとき1000番の減りがすごく速くなっちゃうので、修正用で800番を買いました。銘柄、特にどこのメーカーっていうのは僕あまりこだわりがないんですけど、800番を修正用、1000番を中研ぎ用、仕上げを3000番でやっています。それとこの砥石の平面を出すためのダイヤモンド砥石です。まあ、本来研ぐ時って素手の方がいいんですけど、素手でやると手が黒くなっちゃうんですよね。なのでこのゴム手袋をつけてやります。で、まず最初に水に30分ぐらいつけて水を浸透させます。24mm ののみをガイドに取り付けます。で、取り付ける時なんですけど、この面に対してこののみの刃が平行になるようにして、かつ髪の毛1本ぐらいが出るぐらいがちょうどいいかなと思います。あとは実際削る状態を見ながら微調整してやっていきます。修正用の800番から使います。で、使う前にはまず必ず表面を研いで平面を出してから使います。ちゃんと平面が出てるか分かりにくいなっていう時は鉛筆で書いて、この上を削っていきます。これで鉛筆の線が全部なくなれば平面になっているっていう感じです。ではちょっと水を垂らして修正をしていきます。最初の状態でどのあたりが削れているのか見て、片側だけが削れてこちらが削れていないようだったら、こののみが斜めについている可能性があるので、もう一回修正して全体がきれいに削れるように位置調整をします。全体的に綺麗に塗面が研げて、研げムラもない感じなので800番は終了です。次は1000番で中研ぎをしていきます。これも同じように最初に面研ぎをして、同じように研いでいきます。まあ、通常1回1回返しを取ってからやるんですけど、まあ、このままセットした状態の面で綺麗にやりたいので、返しを取るのは一番最後の3000番の時にやります。
800番で面出しがきれいにできていたら1000番以降はすごく楽です。1000番以降は特に削るというよりは磨くイメージです。あまり力を入れずに、この黒く出てるこう研ぎ汁で刃の表面を滑らせて磨くイメージ、その方が綺麗に研げます。これで1000番は仕上げにします。もう少しうまく研ぐと全体的にもっとこう光沢が出るんですけど、3000番で仕上げます。3000番についてはもう特に磨くイメージです。この面にこの研ぎ汁を乗せて磨いて、刃と砥石の間に研ぎ汁がなくなったなと思ったらやめて、また乗せて、あとはこの返しを取って簡単なんですけど、どうしても面取りでここを使うので少し真ん中がくぼんでいるんですよね。なので少しこの台自体を削って平面を出して、であとこの辺りを少し削って刃を整えようと思います。まあ、本来であれば平らなところにサンドペーパーを置いて削るのが一番正しいかなと思うんですけど、まあ、今回はこのサンドペーパーホルダー、これは平面が一応出てるので、これの、これ400番、こちらの方で軽く削ります。そうするとちょっと分かりづらいと思うんです。角が削れて真ん中が削れない状態になってます。そしたらだいたい平面が出たので、あとはこの辺りとこの辺りかな、少し削って台の修正は完了です。カンナ台を修正するときは、まあ、修正用の専用のカンナとかもあるんですけど、まあ、ここは DIY なのでカッターの刃でやっていきます。でカッターの刃を削りたいところに当てて、こういう感じで薄く削っていきます。で削るのはこの部分とこの部分、1,2,3 点が合ってて、ここの間が少し削れてるっていう感じがいいのかなと。
あとは飲みの時と同じように、これはカンナ専用の研ぎガイド、これを使って研いでいきます。手順は飲みの時と同じです。いかがだったでしょうか。ホームセンターの飲みとかカンナであっても、ちゃんとメンテナンスすると DIY 木材を加工するには十分長く使えるので、皆さんがお持ちの飲みやカンナのメンテナンスの参考になれば嬉しいです。モットチャンネルではこのような初心者講座やジグ制作動画の配信をしています。またモッツ工房では家具や雑貨などの制作動画を配信しています。よろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。